はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。私ね、最近ね、あまりね、本をね、読まなくなったんですね。なぜかというと、飽きたというのが一番でしょうね。もう別にそんなね、たくさんね、人のね、10倍ぐらい本を読んできたわけではないんですよ。ないんです。せいぜい人の、そうでしょうね、3倍とか5倍レベルで、多分4500冊ぐらいちゃいますか、生涯いろんなもの含めてね。雑誌まで含めたらそんなもん5000、6000もっといくでしょうけど、まあまあ単行本ということに関しては多分そんなもん4500でしょうかね。年200冊のペースで読んできたら大体そんなもんですね。45年読んだとして4500冊でしょうかね。まあ年に200冊ぐらい読んでた時期もあれば、300近い時もあったんちゃうかな。学生の時はそんなもんですよね。社会人になるとまあ100冊読むかなという。まあ150冊ぐらい読んだ時ありましたよ。30代、40代、そうですね。20代の終わり、30代ですね。30代、40代、非常にストレスの強い生活をしてます。広告代理店の連中とマンションデベロッパーの連中を相手にする私立文系の海を泳いでた時期がありまして、もうね、そのね、もうあれはものすごいストレスなんです。私にとってはお前も私立文系やろって皆さん思うでしょうけど、そうなんですよ。僕も私立文系なんですけどね、もう私立文系肌に合わへんねん、お前、あいつら大体においてね、数学頭がないわけですからね。数学の頭がないってことはね、理屈がわからんってことなんですよ。まあそれはええとしてさて、最近ね、ちらちら読んでるんですよ、これ、村上春樹さんの騎士団長殺しって。そんなにね、読みたくて読んだわけではなくってね、ちょっとあれなんですよ家族の一人がね、どうしても読まなあかんからって買わはったんですね。でこれ、もう読んだからもういらんとか言われて、まあ、読もうかと思って。で僕、村上春樹さんってまあまあ読んでるんですけど、まあまあ読んでる、出されたものの7割から8割から読んでますけどね。ここ何年かは飽きましたね。もう5年ぐらいですかね。5年もっと前かな。あれぐらいはカフカのなんとかとかいうの、ああいうの好きでしたけどね。あと1984ですか、1984を読んで、最後に読んで、それ以来もう5年ぐらい読んでないような気がしますね。で、そうそう、海辺のカフカでしたね。海辺のカフカぐらいまではね、かぶりついて読んでたんですよ。おもろいなと思って。ほんで1984読んでね、なんかね、ものすごくね、嫌になったんですよ。まあ、よくできてますよ、あれもね。で、しばらく絵はもうと思って。で、今これでしょ。まあ、これ読んでてね、思うんですけどね、そのね、失恋してね、旅に出るとかってね、もうノルウェーの森以来パターン変わってへんやみたいな。まあ、それはええんですけど、村上春樹は村上春樹やなぁと思いながらね、読んでて、全然進まへん。昔やったらね、もう電車乗るのが楽しみでね、電車乗ってる間って、僕の読書時間でほとんど電車乗ってる間ですからね。電車乗るのは、まあ、打ち合わせ行くの嫌やけど、電車乗るのは楽しいわと思って、これずっと読んでたんですけど。全然進みませんね、これね。まあだからね、1のまだね、118でね、騎士団長殺しというタイトルの映画、見つかる寸前まで今来てますね。はい。で、この方、毎年、あれは10月ですか、ノーベル文学賞の季節になると、今年こそはって、張り切ってますよね。なんかね、出版社の人言うてましたけどね、これは新潮ですか、今は新潮なんですけど、かつては講談社やったらしくってですね。でもうね、10月になるとね、工場はね、5かけたらすぐに大増産できるように待ってるんですってノルウェーの森って講談社だったんですかね、で毎年毎年ものすごく期待するんですって。多分取ったって言うたら、既存のこういうもんが数十万単位でまた売れるでしょ。出版社儲かりますやん。当然だから取ってほしいわけですよね。新潮社はもちろんそうでしょうし、講談社もね、取ってほしいと思うわけでしょう。で待ってるらしいんですけどね、毎年毎年肩すかし。これ多分ね、もう取れへんのちゃうかなと思うんですよね。
なんで、なぜ村上春樹はノーベル文学賞を取れないかということをね、語り出したら100人が100人の意見あると思うんですけどね、僕の考えはね、単なるね、ノーベル文学賞のね、選考委員がね、天の弱なんですよ。なんか2年ぐらい前に問題を起こしてましたよね、なんか知らんけど、なんかあんまりその愉快ではない、なかったイメージというか、記憶はありますけどね、こんな雑魚い連中やってたんかみたいな。そういうイメージがありますけども、なんかどっちみちね、ここ何年かね、賞を取ってはる人を見てね、へえ、こういう方がおとりになるんですかっていうのがノーベル文学賞だったようなイメージが、記憶がございまして、この人が取っても誰も文句言わへんっていうのは、例えば村上春樹なんかそうですよね、世界中で読まれていてね、この人が取っても誰も文句言わへんし、みんな拍手喝采でやったーって言うでしょ、でもこういうのってね、取らさへんと、わざと取らさへんみたいなね、いうところがね、あるんちゃうかなというふうに思いますね。だからもう一生取れへんのちゃうかなっていう、まあその選考委員のね、こう中身がガラッと変わったら話は別ですけど、今の体制を続けてる限りほぼ取れないだろうなと。なんかいろいろね、伝えられるところによると、ご本人さん、村上春樹さんはノーベル文学賞を望んでおられるらしいですね。昔の三島由紀夫はね、毎年毎年待ってたらしいですよ。いつかいつかって。で、我慢しきれんようになって一概に逃がったという。まあ、それは笑い話ですけど。まあ、春樹さんね、まだその、この方段階ですから、もうまだ80にはなってないんでしょうね。お書きになるんちゃいますか。でもちょっとあれですね、最近、毎年のようになんか出されてるようなイメージがありますね。ほんで、中身をだんだんね、ワンパターンになってきたんちゃうのという気が、これを読みながらね、いたしていきました。で、もう僕自身はね、まあ、飽きてますね。だから、この新刊が出たから読みたいなんて全然思わへん。まあ、あったら読むで、みたいな。ブックオフで108円、今は110円ですか。で、買えるようになったら、まあ、読んでもいいかな、みたいな、そのレベルでして、非常にね、飽きたんですよ。飽きましたね。若い頃はすごいと思いながら読んでましたけどね。もともとでも、ハルキストとかそういうんちゃうんですよね。まあまあ、読み物としてはよくできてるやんっていう。で、非常にね、ユニバーサリティがあるんですね、この方。その日本人で日本語で書いてらっしゃるんですけど、これ、各国語に訳されて、この感覚はわかるんかという、外国語に訳したときにね、このハルキさんの感覚はわかるんかと思います、僕なんかは。でも、わかるみたいですよ。もうなんかね、ヨーロッパの人と話したらすると、ハルキストむちゃくちゃ多いらしいですよ。でハルキの話で盛り上がるんですって。まあまあそれはいいんですけどね。でも多分ね、このままいったら取れへんのちゃうんかなと。でもノーベル賞ってね、文学賞とね、平和賞はね、ものすごいね、あれはね、偏りすぎてると私は思うんですよ。なんかね、平和賞なんてね、あれですよ、昔は金大中さんとかで取らはったんです、韓国の。200億円払ってね、北の、ジョンイル君、昔の、今のお父ちゃんですね、ジョンイル君のお父ちゃん。200億円払って会ったという、後で分かったんですけど、その前ただ会ったというだけでね、ノーベル平和賞ですよ。それはないやろうと。ちっとも平和なんかのね、平和に役立ってないんですよ。僕から見るとね、キム・デジュンとするんですか、韓国語で。あるいはその、あれもオスロのね、オスロ合意ってあったんですよ、昔、パレスチナ中東問題で。オスロ合意をしはったイスラエルの首相と、アラファト議長ですか、当時の。と、オスロの首相かなんかが取らはって。今、オスロ合意なんてどこに残ってんのっていう世界なんですよ。オバマ前大統領に至っては、核なき世界よって一言言うただけで取らはったんですよ。何なのノーベル平和賞って。だから今のね、トランプ大統領はね、あの人本気でね、オバマが取れんやったら俺も取れるみたいにして、ノーベル平和賞を望んでて、安倍ちゃんに推薦してとかって言うて、安倍ちゃんが推薦したとかせえへんとかいう話がですね、ニュースになってるでしょ。もうコントやってんのちゃうでと。トランプ君がノーベル平和賞いや、ほんまに出したらもうひっくり返りますよ、ほんまに。ほんまに。いや、オバマの時でもひっくり返ったもん。
あの方がね、8年間ね、こうアメリカの大統領に言い張ってね、世界が平和になったかとか言ったら、はっきり言ってね、もう紛争の種をまきまくってたんちゃうのかって、こうガーッてこうやって、オラ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 って言って。で、形の上ではそれをね、トランプ君が始末してるんやんって。別にだからトランプ君がふさわしいとは思いませんけども、オバマも同じぐらいにふさわしくなかったと思いますよ。だからね、ノーベル平和賞もね、ノーベル文学賞もね、あの2つあかん。ついでに言うたら、ノーベル経済学賞もあかんのちゃうな、あれは。まあ、そもそもね、経済学自体がね、役に立たへん学問やと私は思ってるんで、まあ、それはまた別の機会に申し上げますけども、もうノーベル賞はね、理科系のね、3賞だけですよ、あれは。だからもう、文学賞とかね、あれですよ、文学賞とかね、平和賞とかはね、そのカウントしたらあかんと思いますよ、僕は。はい、そういうよた話でございました。皆さんどうもありがとうございます。